皆様、こんにちは。机上空論です。動画をご視聴いただき、ありがとうございます。これらの赤いラインの入った航空機は、謎の航空会社、世界で最もミステリアスな航空会社、とも言われ、正式な名称すら公開されていない、通称、ジャネットエアラインズの航空機です。この航空会社は、ラスベガス最大の空港である、マッカラン空港を拠点として、周辺の1時間圏内の空港へ旅客機を運航しています。アメリカの民間空港で、堂々と運航している航空会社が、なぜ世界で最もミステリアスな航空会社と呼ばれるのでしょうか。今回は、このジャネットエアラインズの謎に迫ります。ジャネットエアラインズはマッカラン空港を拠点とし、周辺にあるアメリカ空軍の基地へアメリカ空軍の軍人及び軍の請負業者を輸送していると言われる航空便で、6機のボーイング737、5機のターボプロップ機を運用しています。アメリカ・ロサンゼルスに本社を構える世界の150カ国以上の国と地域で10万人以上の従業員を抱える総合エンジニアリング企業のエイコム社は、これらの機体の運航に関わっていると推察される会社です。まれにエイコム社が客室乗務員とパイロットの募集をすることがありますが、これはジャネットエアラインズについて公開される数少ない情報の一つです。客室乗務員の募集要項には、ラスベガスを拠点とする客室乗務員を募集しており、アメリカの最高機密にアクセスできる権利が持てる身分であることを絶対条件とし、かつ有効な状態であることが非常に望ましいとあります。ワシントンポストによると、3億人以上の人口がいるアメリカで、この最高機密にアクセスできる人数は2010年の時点で85万人、全人口のわずか 0.2% しかいないと言われています。ただ、民間企業が民間空港で運航しているとなると、民間機の規則に従って運航するため、それによって判明する情報もあります。航空機の運航にあたり、管制官とパイロットは無線にてやり取りをします。その際に、各機体を区別するにあたっての名前、コールサインが必要です。一般的な旅客機、例えば全日空175便であれば、全日空を意味するオール日本と便名の175を組み合わせて、オール日本175というコールサインが用いられます。全日空175便と管制官のやり取りを聞いてみましょう。また、自家用機のように便名がない場合は、機種名と機体番号をコールサインとして使います。例えば、サイテーションで N416CM という機体番号の機体であれば、サイテーション416チャーリーマイクというコールサインになります。ジャネットエアラインズも民間空港で運航する場合は、この規則に従わなければなりません。実際に駐機場から離陸するまでのジャネットエアラインズの無線のやり取りを聞いてみましょう。
876 10471 right at Bravo, clear for takeoff. Clear for takeoff, one right at Bravo, Dennis. And 876, departure 1259. See ya, 876. Departure 10876, checking in 4000, climbing 7. 10876, Las Vegas departure, radar contact, climb VFR, maintain 14000, enable, proceed direct final. VFR to 14, direct final, enable, 10876. 10876, contact NELS, control 1100.35, have a great day. 1935, 10876, take care, man. 無線をお聞きいただいた通り、航空会社を意味する部分はジャネットと名乗っています。そのためこの航空機を追跡しているものからはジャネットもしくはジャネットエアラインズという名称で呼ばれています。続いてジャネットエアラインズが保有している機体のとある日の午前0時から翌日0時までのフライトレーダー24の記録を早送りで見てみましょう。朝4時前にラスベガス空港を離陸する便から始まり、複数の便が行き来しています。フライトレーダー24の記録を見ると、便によっては行き先が公開されており、XSD、トノパー試験区域空港への便が多くあります。航空機の動きが速く、少々見づらいですが、この記録を見ていると、各航空機に WWW というアルファベットと数字が付与されていることにお気づきかと思います。各航空会社は自身を示すコードを持っています。このコードは、国際機関が管理しているものとして2桁または3桁のものがあります。例えば日本航空であれば2桁のコードが JL、 3桁のコードが JAL となります。フライトレーダー24によるとジャネットが運航する便に2桁のコードはありませんが3桁のコードがあり WWW を使っています。さてジャネットエアラインズについていくつか知られている情報を紹介しました。こうして見るとそれほど秘密がないように思えます。しかし至るところで一般的な民間機と異なり秘密保持の工夫がなされています。まずアメリカ連邦航空局のウェブサイトでは運航に使われている航空機のオーナーはアメリカ空軍となっておりますが、この航空会社の存在自体をアメリカ空軍は肯定も否定もしていません。イギリスの国営放送である BBC がアメリカ空軍に対してジャネットエアラインズの存在について確認したところ、アメリカ空軍は過去にラスベガスからエリア51の北の実験場へ契約した航空便があったが現在は存在しない、そしてエリア51が位置するネバダの実験場で行われた活動の一部は機密扱いでありお話しすることはできない、同様に関連するすべての活動も機密扱いでジャネットエアラインズまたは同様の航空会社が存在すること自体肯定も否定もしない、さらにエリア51などの軍事施設へ人員を輸送する航空便の存在についても肯定も否定もしないと述べるにとどまりました。したがって航空会社としての正式な名称は公表されておらず、そもそも独立した航空会社として存在しない可能性もあります。またフライトレーダー24には WWW で始まる便名が記録されていますが、この3桁のコードを管理している国際民間航空機関の資料を確認すると、この WWW にはブロックと記載されており、どの航空会社が使用しているかは公開されていません。さらに便によっては行き先が不明なものがあります。もう一度先ほどの無線のやり取りを確認してみましょう。雑音が多くて聞き取りづらいですが、管制官は出発前の機体に飛行する許可を与えています。その中でクリアーフォービジュアル、つまりは有視界飛行の許可を出しています。計器飛行の許可を無線で与える場合、
必ず目的地を無線で伝えなければなりませんが、有視界飛行の場合は必要ありません。ジェット旅客機は高速で高高度を飛行するため、通常、計器飛行が行われます。有視界飛行だと、パイロットが自分の責任のもと、自身の目で外を見て、他の機体や地上物との安全を確保しながら飛行しなければなりません。ジェット機の場合は早すぎて、目で外の安全を確認しながら飛行することが現実的ではありません。しかし、ジャネットエアラインズは有視界飛行の申請をしています。そのため、フライトレーダー24には、行き先が記録されない便があります。これは目的地を隠すために、意図的に行っていると考えられます。そして離陸後は、他の民間機とは異なり、ネリスコントロール。ラスベガスの北を管理する空軍の周波数へ連絡するよう、指示を受けています。その他にも、搭乗に際して一般の旅客ターミナルは使いません。ジャネットエアラインズはマッカラン空港に広大な駐車場を持つ専用のターミナルを持っており、乗客はそこから搭乗します。この専用ターミナルは一般のターミナルから遠く離れた滑走路を挟んで反対側に位置しており、一般のターミナルからその姿を見ることは難しいです。しかし、この謎の航空会社を見るだけであれば、それほど難しくありません。近くに高層ホテルがあるので、高層階から見れば、この機体を見ることができます。また、専用の駐機場は滑走路に面しているので、使用する滑走路によっては、旅客機から間近に、その姿を見ることもできます。謎の航空会社、ジャネットエアラインズ、いかがだったでしょうか。航空機のオーナーは空軍であることは明白で、実際に運航されているにもかかわらず、その存在を堂々と肯定も否定もしないところが、アメリカらしく感じました。エリア51についても、いろいろな噂はありますが、航空的な観点からも興味深い点があります。機会があれば、こちらもご紹介したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。